山城町は、徳島県の北部最西端、吉野川の中流域西岸に位置していた町。継承地の大ボケ小ボケは、ラフティングや大ボケ共有乱戦、三宝寺山や塩塚高原で知られる。本校では、調整前の名称である山城谷村についても述べる。4月の第1土曜日には塩塚峰に広がる草原で、野焼きがあり、20ヘクタールを焼き尽くす。 吉野川と道山川、そして四国山地によって作り出された山地は今日でも落石や土砂崩れが絶えない交通の難所である。2006年3月1日、三好郡内の五町村と合併して市政施行し、三好市となった。高知県阿川郡の町を水源とする吉野川が町東端を南北に貫く。愛媛県新居浜市を水源とする道山川が 町北部を東西に貫き、吉野川に交流する。三宝寺山が町南西部と愛媛県四国中央市と高知県、長岡郡大豊町にまたがる。山間壁地で平坦な箇所が極めて少ない。例年、農務や積雪がある。降雨量が比較的多く、林業に適している。総面積に占める森林面積の割合は85%に上る。 東西1 7トル、南北1 9トル。なお、池田調査の大層アリアスと山城調査連に、境界未定区域があるため、長域面積を正確に求めることはできない。中学校小学校国道32号と土産線が、町東端を南北に貫く。国道319号が、町北部を東西に貫き、国道32号に合流する。映画ラジオドラマ化。 ありがとうございます。